バネルニコリツァは、ルーマニアブライラ県ファウレー出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションはフォワード。右サイドバックとしてもプレー可能である。元ブラジル代表のマリオ・ジャルデウにちなんだ、ジャルデウという愛称を持つ。テクニックには、かけるが、謙虚でハードワークを厭わず、スピードや、機敏さを持ち味とする。ルーマニア時代、ディビジア B の CF ブライラからデビュー。 2004年に、ディビジアへの FC ポリテフニカティミショアラに移籍し、19歳で、ディビジアへデビューした。2004から05シーズン前半戦は15試合に出場したが、ポリテフニカでのプレイはわずか半年間に終わり、2005年初頭に移籍金30万ユーロで、FC ステアウアブカレストと5年契約を結んだ。2004から05シーズンにリーグ優勝を果たした。 UEFA カップ2005から06のレアルベティス戦では2得点し、準々決勝進出に貢献。同国対決となった準々決勝の FC ラピドブカレスト戦では、敵地での第一戦で貴重な得点を挙げ、第二戦を0から0のスコアレスドローとしたことで、最終的にこのアウェーゴールによって準決勝に進出した。2006年11月1日、 UEFA チャンピオンズリーグ2006から07のレアルマドリード戦でオーンゴールを記録した。この得点がレアルマドリードの決勝点となり、ニコリツァは2日間は眠れなかったと語った。FC アルジェシュピテシティ戦後、ルーマニアのマゼタスポルトゥリロル氏は、ニコリツァにバネリーニョというニックネームをつけた。2008年8月27日、 UEFA チャンピオンズリーグ2008から09予選3回戦のガラタサライ SK 戦において第1戦で1得点を挙げると第2戦では決勝点を決め3シーズン連続での本戦グループリーグ出場に貢献した2010年夏には新キャプテンに就任したがイリエグ・デミトレスク監督が就任するとクリスティアン・タナセにキャプテンを譲った フランス時代2011年8月30日、リーグアンの AS サンティティエンヌは、ニコリツァの獲得が合意に達したことと、8月31日にメディカルチェックを受けることを公式ウェブサイト上で発表した。ニコリツァは、ステアウアとの契約再終年の途中であり、70万ユーロの遺跡金がステアウアに支払われ、サンティティエンヌとは、年俸40万ユーロの契約を結んだ。 9月10日のラスクリールメトロポール戦で初出場を飾り、11月6日に2位のモンペリエ HSC 戦で移籍後初得点を挙げた。FC 訴訟戦ではクルズマの得点をアシストして勝利に貢献した。2011から12シーズン前半戦には11試合に出場し、3アシストとチームトップの3得点を挙げた。3月には人体に問題を抱えて2週間。 離脱したが、下旬に復帰して、モンペリエ戦とオリンピックリオン戦に出場した。翌2012から13シーズンは、筋肉系の問題をはじめとした、負傷の影響から3試合の出場だった。2013年9月2日に、リーグアンの &FC なんとへ2013-14、シーズン終了までの期限付き遺跡に出される。初出場となった9月15日の、 FC 訴訟戦において途中出場から10分足らずでフリーキックからフィリップ・ジョルジェビッチの決勝点をアシストする好調なスタート切ったものの内転筋に問題を抱えたことで12月頭から約3ヶ月離脱となった2月28日のエビアントノンガイ RFC 戦で復帰した後は定位置をつかみ3月23日のモンペレー1 s c 戦で 先制点をアシストし、4月20日のバランシェンヌ・ FC 戦で初得点を挙げた。ルーマニア復帰期,期限付き移籍先の南ンからサンテティエンヌに復帰し、夏に退団する。自由契約選手となった後は、しばらく無所属が続いていたが、2015年2月4日に FC ビトルル・コンスタンツァと契約し、20日の CSM ・ストゥデンツエスクヤシ戦で初出場を飾り、 4月18日の FC アストラ戦で初得点を挙げた。2004年から2005年には U-21 ルーマニア代表として13試合に出場した。2005年11月にコートジボワール戦でルーマニア A 代表デビューし、2007年6月2日に UEFA ユーロ2008予選のスロベニア戦で初得点を記録。 本大会出場の結果を得て、2008年3月25日に、トライアン・バセスク大統領から、メデイリア・マリッチェル・スポーティブを授かった。同年6月に行われた UEFA ユーロ2008本大会では、グループリーグ2試合に出場した。2011年8月11日のサンマリノとの、親善試合では、アドリアン・グトとガブリエル・タマシュの両名が不在だった、ことで初めてキャプテンを務めた。 ロマである。法という貧しい町で、6人兄弟の一人として、母親に育てられた。兄弟の一人ステリカもプロサッカー選手であり、バネルと同じく CF ブライラなどでプレーした。出典、出典、代表での得点出典、ステアはブカレストエースサンテティエンヌ。ありがとうございます。